遊船亭公園は、福岡市城南区にある、旧福岡藩主黒田家の別邸跡を整備した公園である。福岡市指定名勝。地泉回遊式の純日本式庭園の歴史公園。福岡藩六代藩主、黒田継高の別邸として、江戸時代中期、宝暦4年に建てられたものである。一時期、財閥貝島家が所有していた。園内に、当時の建物は残っていないが、礎石や灯籠、シイ、薪、金木犀、椿などの古木、大木が残る。回廊を持つ 17.5 畳の大広間から庭園を眺めると静寂な空間の広がりを感じることができる。遊船亭とは、久世通夏が詠んだ、世に、絶えぬ、暑さも知らず湧き出る泉を友と結ぶ、伊堀尾という歌から取られている。園内には、助水庵と正三庵の二つの茶室があり、いずれも黒田家にゆかりの名が付けられている。庭園の金木犀は樹齢300年以上の古木で著名である。遊船亭公園の施設案内、歴史、概要、福岡の地泉回遊式純日本式庭園、井上製造、博多郷土史辞典足書房、1987年11月5日、288ページ。AB 西日本新聞社福岡県百科、辞典館広報部、福岡県百科辞典下巻西日本新聞社、1982年11月10日、1042ページ。ISBN4-8167-00293。ありがとうございます。